2022年も終わりです。平成大不況違う <laughs>、えー。令和4年も終わりますね。12月31日の雑談配信です。えー、皆さんにとってどんな一年であったでしょうか僕にとっての一年は本当に体調不良との戦いでしたね。一、えー、1ヶ月に2日ぐらいしか完全健康体の日がないっていうので、 365分の24なわけですよ。24日しか健康な日がないっていう、そんな状況でしたから、ほぼ何もできなかった。ゲーム制作も結局今年も一本もゲーム作らずに終わってしまったっていうのもあってね。まあ、しょうがないかっていうのもありますけど。まあ、期待して待ってる人には申し訳ないと思いますが。うん。まあ、来年は、その自分のペースに合わせて、 えー、来年はもしかしたら1ヶ月に1回しか健康な日がない、えー、だから3029日雑談配信して1日だけゲーム制作とか、うんうん、お絵かき配信っていうそんなペースになるかもしれませんけどまあそれが年を取るということでもあるし、うん、僕はそれで構わんと思う若さにこだわったりとか化粧やメイクで若作りをして見せるとかね えー、そんなことをしてもあまり意味はないなと思いますのであるがままを受け入れて、えー、できる範囲でやれることをやっていこうかなと思います。えー、年賀状、えー、もう書かなくなりましたね年賀状ね皆さんは書いた書いてますかあとお絵かきする人なんかはねイラストレーターの人なんかはウェブにねその年賀状を書いてさ 今年の絵とを描いてさ、来年の絵とを描いてさ、明けましておめでとうなんていうのをやりますし、まあ、それが絵を描く一つの理由になったりするからね、モチベーションのある人はやりゃいいだろうなと思うんだけど、あのー、年賀状ねーって思ってね、僕もだいぶ年賀状もらわなくなって10年ぐらい経ちますけどうん、あれ描かなくなると、こっちが描いて出さなくなると、やっぱむ、ね、その向こうの方も、 あのあ、この人は書いてくれないから、年賀状の挨拶してくれないから、来年からしなくていいや、つのでこう、ガタガタ減り始めて、えー、今はもうお正月の郵便受けを見る楽しみがなくてね、いいなぁなんて思ったりいたします。年賀状文化っていうのも、あー近いうちになくなるかもしんないね。ラインスタンプおめでとうとかね、そんなことになるかもしれません。まあでも、 配信で毎年ね、毎日配信してるような感じなので、えー、1月1日は明けおめとかいうのがあるかもしれませんね、とは思います。またお年玉ちょうだいとか言われるかもしれませんけど。まあまあ、もう書いてないっていうことをふと思い出して、来年の、え、だから年賀状書かないと、えとも忘れるんですよ。あ、最近は喪中も重なって書かなくなった。ああ、だから1年2年ね、書かない習慣がつくとね。 それはもうしょうがないですよねあの。あとね、ま、どんどん周りも書かなくなってるわけですから。年賀状何それっていうね。だから、そういうのもなんだろうね。レトロブームとしての年賀状が、いつかどっかで10年後ぐらいに一回流行るとか、そういうことになるかもしれませんね。で、その頃にはさ、今度は喪中っていう文化がなくなってるからさ、喪中でもさ、 冠中見舞いにせずに明けおめとかってやっちゃう人とかも出るんだろうなと思ったりします。あまあでもそれ、そまあその、マナーとか言うのもそういうもんだよななんていうふうには思いますが。なんていうことをふと思いました。来年の干支はうさぎちゃんですね。かわいいですね。うさぎ。うさぎ流行るといいですね、来年ね。えー、<laughs> かわいいですね。 えー、じゃあ早速来年の抱負だけ言っとこうかな。まあ別に生きていけば別に僕それでいいんだけどうん、ちょっと欲を出してみようかと思って来年は。来年はお金持ちになりたい。来年の抱負はお金持ちになって山梨かどっかの山を買って、その豪邸を建ててそこでもう余生を暮らす。 犬と犬を飼って、えー、お手伝いさんを一人雇うぐらいの大金持ちになりたい。あ,あと運転手も欲しい、えー。自分で運転したくないから。えー、あとヘリも欲しいし。えー、っていうことで2023年は僕が大金持ちになればいいなと思います。まあでもなるべく貧困法制に行きたいので。 お金持ちになるってことは、その、汚いことをしたりとか、人を騙したりとかして、お金を儲けるのが一番儲けやすいので。<laughs> あまあ、あと投資とかで株とかでね、インサイダー取引とかすればお金儲かるんですけど、あのー、一番お金儲かるのはやっぱ宗教だなと思ってさ。だってあれはもう口先さんずんで嘘ついて、バカを騙せばつ、壺を売ればいいだわけですから。 <laughs> あの、今年一年の総括の中にちょっと壺ってありますけど、うん、壺を売ればいいだけですからね、と思ってね。でも僕はその、あの信者さんたちをなんかバカだなっていうふうに今言ったのは本当失敗で、あのあそ、そういう人からお金をこうもらわないとお金持ちになれないから、あーまあこれからさ最後の一手として、 宗教をこう開業するぞってなった時にはですね、えー、僕をお金持ちにしていただければなと思います。<laughs> そしたら山梨に豪邸を建てる。えー、なんで山梨なんだろうね。なんとなく自然があってうるさくなくて Wi-Fi が飛んでそうだからっていうのでそうなんですけど、うんち,ょち,ょっとちょっとお金に困ったりとかしたので、えー、お金持ちになりたいなって思いました。 お金持ちになったら今度みんなにお年玉もあげられるしさ、あれだ、Twitter で10万円配り始めたりとかできるわけですから、それでいいかなと思いました。えー、今年、えっ、ー、と、RTA in Japan がやってますね、最後ですね。えー、なんだか、えっ、ー、と、ポケモンスナップがだいぶ人気だったみたいで。で、あとは、ファイナルファンタジー X を、 9時間以内にクリアするっていうのでね。<laughs> 9時間って思いました。あと RTA のニュースとしては最新でゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドの 100%RTA が15時間台、えー。ついに、ついに28時間とかいう RTA が15時間まで縮んだって言ってね。びっくりですね。でもなんかゲームを壊すらしいので。 えー、ゲームの中身を壊していろいろやらかすみたいなんでただあのあの調子だと特定アイテムとか900匹集めなきゃいけないコログとかのフラングを全部潰していけばいいだけなので下手すれば10時間切ったりとか4時間とかねもしくはエニーパーセントに近いぐらいの15分とかでクリアするゼルダの 進化系になるかもしれないなないいと思いますなんだかね、すごい寝ないで頑張ってたあの頃が懐かしいと思いますが。えー、おいで、RTA in Japan では、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、ーオール・ダンジョン・プラスですか、あ,あの、RTA を、えー、無事、蛍光・イエローさんが走者で走り、えー、解説をね、ZDI、えー、10代さんでいいんだっけ、えー、が、 担当してね、よかったなと思います。見ました。全部はちょっと見れなかったですけど、見ましたね。あの、やっぱ解説がしっかりしてると見やすい。ほんでね、ね、えー、プレイも安定しててよかったなと思いますね。見せたい部分は失敗しなかったので、えー、よかったと思ったりしました。あのー、あのー、ね、本当つい最近また新しい技が見つかったっつってね。 黄賀様をめちゃめちゃ早く倒す方法が見つかったんですって <laughs>。一日でその、ツイッターに上げられて、なぜか黄賀様が一発で死んだっていう、う状況を誰かがツイッターにこう投稿したんだよね。で、それをみんな、その RTA 奏者とか解析班が一日で解析して、あのー、セットアップを作り上げるというね。 <laughs> バカなんじゃないかなって。他にやることある中でみんなご苦労さんですねと思ったりもしますけど、ああいう人たちのおかげで、こう、どんどんスーパープレイのねゲームプレイになってくんだななんていうふうに思ったりして、え面白かったなと思います。で、今日は RTA in Japan でスーパーマリオの,の RTA、スーパーマリオカートの RTA を見て、 レースゲームは早くなりようがないだろうと思ったけど、あれも結構ね、ゲームとして、ちゃんとエンタメになってて面白いななんていうふうに思いました。それもいよいよ終わりですよ。おー、今年がいよいよ終わるんですな。えー、RTA もジャパンも終わればな、何から何までやってる。あとは年末の一挙放送とかね、アニメの一挙放送とかニコニコで大変やってらっしゃったりとかね、えー、いたしますんで。 まあ、何か好きなものがあれば、それを見ればいいんじゃないかなと思ったりいたします。あ、秋アニメじゃない。来年の抱負年賀状。あのー、こ、今年というか、秋アニメが本当に素晴らしくて、えー、あのー、チェンソーマンが本当面白かった。えー、12話あ、完全に走り切りましたけど、えー 第2部のね、レゼの回にちゃんとつなぐようになってたし、あの、第1話と最終回の作画レベルがめちゃめちゃ高くて、あのー、侍ソードとチェンソーマンの一騎打ちの、あの、アクションシーンがほんとかっこよくてね、そう、ま、そう、ま、やっか、かっこいいって思っちゃったね。素晴らしかったです。 あまああとうるせえやつら、水星の魔女、モブサイコ、などなどね、えー、なんだろうね、すご,すごいなーって思ったりいたしましたね。もうこんだけいいアニメが見れたからいいんじゃねえかなと。で、その技術力であるとか、スケジュール管理に問題のあった異世界おじさんもあ終わりますからね。えー、12は良かったですね、異世界おじさん。あのー 伊勢海王子さんのさ、僕が一番アニメ化するんだったらこの回アニメ化しないとダメだろうっていうその、そ、うん、の、歌を歌う回があるんですよ。漫画の中でその歌を歌う,うものを、あれが一番アニメ化に向いてるからさ、どういう風にやるのかなと思ったらさ、すごいもう、15分のエピソードの中にギュッと詰め込んでさ、もっと聞かせてくれよ ナイツのエンディングの名曲聴かせてくれよって思う感じで。うわ、いい曲なのにっていう感じで。はにゃ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 ー。にゃ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 ーってうやつえー、名曲だよ。ナイツは名曲だよなーとか思いながらですね。それを豪華に使い切って、前半歌の回、後半がエルフの本名がわかる回っていうね。 いだから、30分見て、お話2本分2、2つのエピソードをやる。で、最終回に向けて、13話に向けてね、えー、あの、引っ張りを作って終わるっていうところも含めてさ、あの、なんだろうね、こういうのって、アニメの作り方としては乱暴とも言われるわけですよ、その、 あの30分のアニメの中にさ3話分のエピソードぶっこんでさ消費していくわけだから漫画の1話をゆっくり30分かけて見たいって人もいるからうそういう人に対しては「なんて異世界おじさんはもったいないアニメの作り方をするんだ」っていうふうにも見れるんだけどその30分のアニメを作るためにいらない間であるとかさ <laughs> 用意されるのは大変なわけですよ。 ウォーキングデッド12話分見て何にも話が進展しない時のシーズンとかさ、あの、あるわけでさ、ああいうのですよ。ああいうのにみんな疲れちゃっていから、あのこう早い展開で、だってそのあの、コンテンツはいっぱいあるわけですから、原作にしたい漫画もたくさんあれば、この漫画がすごい2022があればさあ、いろいろあるわけですから。 だからその一個一個大事に作っていこうっていうことも大事ですけどどんだけ見る人を喜ばせることができるかっていうのはやっぱりその同じ30分でも濃度が違うわけですよねエピソードが3つ分入ってるってことはそしたらすごいなんかん30分しか見てないのにすごいたくさん見たなとかえー、まだ10分しか経ってないのとか。 ああそ,そういう感じになるので、えー、伊勢海おじさんは本当良かったなと思います。ニコニコ生放送でも一挙放送してたりとかして大人気で良かったなと思いました。えー、ね、あの、スケジュール破ったのにね、えー、みんな最後までついてって偉いななんていうふうにも思いました。良かったです。 えー、まあそんなアニメの中で艦隊コレクションなんかはさらにスケジュールは破るし、えー、予定通りに話が作れませんでしたであるとかあまあでもあ本当にあれはアニメを作る人たちが自己満足のために作ったアニメであるとあその最初に作った人気に乗じて半年で作,り作ったようなアニメに比べたらだいぶ出来としてはね あの運営というか公式が望む出来になってんだからそれでいいんじゃないなんていうふうに思ったりいたしましたしかしこのアニメの放送でですね大失態というか結局はユーザー数を減らしてしまうという結果になるこの艦隊コレクションえかったなと思いますね良かったなってわけじゃないけじゃど カンコレももう10年、10年選手のウェブサービスのゲームになるわけで、今どれくらいそのアクティブユーザーというのがいるかわからないわけですよ。で、あの、僕は今月艦隊コレクションは、うんクオータリー任務という3ヶ月に1回しかない任務を 全部1ヶ月のうちに終わらして、えー、そうするとこう任務報酬っていうのが出てさあの、普段よりもこうランキングが上がるんですね。それで、えー、今月、えー、12月31日時点で僕のランキングは50位になってました。ってことはランキング50位以内の報酬がもしかしたらもらえるかもしれないと。 500位以内じゃなくて100位以内の報酬がもらえるんだ、やったーなんていうふうにも思ったんですけど、思ったんですけど、これはつまりどういうことかっていうと、ユーザー数が減ったってことなんじゃねえかっていう、ねその、観光で流行ってる時は、どんなに頑張ってもランクインしなかったランキングに今入ってるってことは、観光を遊んでる人が今いないんだっていう,う、ね、じゃあみんななんであの時遊んでたんだっていうのもあるし。 いまだに遊んでる僕はさらにこう、間抜けというかね、えー、流行ってるゲームやればいいのに、毎日しこしこ朝5時のデイリーに合わせて、えー、デイリーだけでも終わらせようなんつってしこしこ10年間やってきたわけですから、いよいよそのサービスが始まって終わるっていうところまで付き合っていけんのかななんていうふうに思って、 できたら早くかん、これはサービスを終了していただきたいと。あ,あと、その、その、今月中に終わらせなきゃいけない任務とかの報酬がちょっと上がってるんですよ。その、報酬が上がってんの。その、今までは燃料200ぐらいしかくれなかった報酬が、あの、燃料2000とかさ、2022とかさ、あの、くれるサービスしてんの。わー、だから、 お客が減って,きてか減ってきた後にこうやってサービスをねちょ、ちょっとでも今残ってるユーザーを喜ばせるために数字を上げてさー、ね、得した気分にさせようって。なんかもう、社用企業がやってるサービスみてえでなな、もう最初から渋ってたサービスなんだから最後まで渋って終わればいいじゃないっていう。ガチャ100連とか途中で入れなきゃいいじゃないなんていうのも思ったりしながら、 えー、しみじみと、えー、艦隊コレクションのお10年分を思い出しながら、今日は、その、あれですね、艦隊コレクションの掃除もしたとあ。そんな感じでありました。ねで、できたら僕が生きてるうちに、カンコルバサービスを終了していただきたいなと思います。えっ、ー、と、そんなもんかな。 じゃあ、えー、今日のメインコンテンツ、ドラゴンクエスト5、天空の花嫁のスーパーファミコン版を今やっております。えー、主人公、主人公はリューカーじゃないですね。名前を考えて入れられる中で、があの今回、本当にドラゴンクエストを愛情を持って遊ばないというところで、あの フルチンとしております。フルチンコですね。フルチンという名前にしてしまうとさ、なんだろうな、このゲーム真面目に遊んでないですよ感が出るわけです。昨日も話したけど、あのそうなるとさ、 もう一回ここでふざけちゃうとさこの、この後に名前決めなきゃいけないっていうのがさ、なかなかこうハードルが高くなりましてね。あの、今困ってるんですよ。あの1月3日まで募集っていうことでやってますけどフル。フルチンとフローラ。ビアンカじゃないんだね。ビアンカは嫌いだから。こっから二人、男の子と女の子が生まれる。 そういういストーリーリなんですで。この子の父親になるというね、えー、ことがあるわけですけどこれをさ困ったなと思ってさフルチンは悪ふざけで作ったからいいしモンスターの名前別に決められるわけでもないから流れるままやってきゃいいよなと思ったんだけどしまったこの男の子と女の子の名前どうしようと思って。 なんか下ネタの親父の子供だろうと思ってさ、どうでビアンカというメインのキャラクターでもないしうん、なんかいい名前ないかなって。で、今日はそれをイメージイラストを描きながらね。イメージイラストをでイメージを膨らませて、で、 えー、おのこ,こ,のこの格好であればあ、この名前であろうというのとか、そういうのを考えていきたい。まあ、こういうのがあると、う僕は楽しんでるなと思いますけどね。ゲームを、うイラストを描きながらさ、ああでもない、こうでもないってやれるのは幸せなことであるなと思うので。 だから黒髪とでフローラ先生ですよね。この辺がさ資料なくても書けるあたりが本当に私あの <laughs> 偉いなと思うんですけど。まあでも同じ時間あったらもっときれいに書ける人もたくさんいらっしゃるし。 でも今日はちょっと丁寧に書こうかなと思ってます少し少し体の調子もいいですからね、うん、だから今年最後の絵描きですよあまあ来年になったら来年になったで書き初めになるんでしょうけど、うん 僕はドラクエの、まあこの話も何回もしてて申し訳ないけど、結婚するというイベントそのものが嫌でね。リメイクされてもさその、別に結婚しなくても天空の一族が誰かと結婚して、その息子と知り合うという,う方法でもいいわけじゃん。その勇者を導くためにさこのフ、ファイブの主人公がさ、別に その直接その血のつながりのある人たちで構成しなくてもいいわけですよね。まあ、なんだ、えっ、ー、と、クロニクルじゃなくて、えっ、ー、とお、親子の血のつながりの物語っていうのは、そ,それはそれで古典としてあるので、ね、大河物語的なものがあるわけですけど、うん、それじゃなくてもやっぱい、いけるはいけるんだから別にいいじゃないって思うんだよね。 でね急、急に結婚しなさいって言われるあの感じがさ、だずっとルドマンしか選ばないっていう、うんこ、ことになるわけですよ。それはやっぱ、どうなの堀祐二どうなのっていうところで、僕があんまドラクエ5が好きじゃない理由です。あとエンディングが結婚ワルツだってうのも。うんうんまあでもそれも、それはそれであれか、昭和平成のなんとなく結婚が幸せみたいな、 呃、ことがまだ通用してた時代に作られたゲームっていうことでもありますから、それでいいのかもしんないね、とは思いますけど、あんまりね、好きじゃないですね。フルーラさんは主体性がないしさ、ついて参ります、つって。もうでも、もうでもドラクエの、あ,あなたはビアンカ派 フローラ派みたいなあ話もなくなってはきてるからありがたいはありがたいんですけどね、うん、あんま可愛くねえな。 本当になんか感情のないお人形さんみたいでダメですね。フローラがいて、で、子供ができるわけですよ。勇者と女の子ですよ。これに今日色までつけてやろうかって思ってたんですが、色までつけられるかな。ね、子供が生まれて名前をつけなきゃいけない。で、この名前をつけるともう二度とその名前を変えることができないから。 で、やり直したくもないから、後悔のない名前をつけたいわけ。そのゲームがそんなに好きじゃないっていう、あれでも後悔はしたくないわけで。まあ、ちなみに、まあちなみにじゃないけど、このドラクエ5の主人公、あの孫悟空の髪型と一緒なんだよね。 金髪になってて、スーパーサイヤ人みたいにツンツンしてないんだけどあの少年孫悟空の,あのよく分かんないこう分けた感じのこれ,これと一緒なんだよねじゃあ悟空でいいのかな孫 <laughs> 君孫 一応候補として、孫くん。悟空はちょっとね、いやだからね。カカロット。金髪カカロット、うん。金カカ。アニメのドラクエのスライムの名前が父とカカなので、うん 何かなとかさいろいろ巡り巡ってさでもでもこんなに真面目に考えてもらうともやっぱ思ったりもしますんでなんかいいのがねパッとパッとほんとどうでもよくてくだらなくて、うん、こんな名前でいいのかなっていうのをね、うん、でもさそのゲームをさあのもう一回こう電源つけた時にさ顔を覆いたくなるような 変な名前にしてしまうとさうやっぱそれはそれでう好かないわけですよ、ね、どうしようと思うわけで、うん、悩ましいねこのねどうでもいいことで悩んでるとは僕も思いますけどなんなんどうしたらいいかなと思って <laughs> まあこういうのは候補を挙げてって、なんとなくっていうのが一番いいんだけど。うん、どうしたらいいかね。髪の色が青色だからさ。ビアンカと結婚すると金髪なんだけど。 目の色も多分青いのを受け継いでんだよね。主人公か天空んで、女の子も。 ね、おかっぱちゃんですよこれはおかっぱでいいこういう髪型なんだっけボブ女の子でボブカットのボブ難しい。 こんなにやってんだから、メンマさんは本当はドラクエ好きなんじゃないんですかってあの、ねあの。昔は好きだったんですよ。昔は好きだったんだけど、なんかもう、そのうん、そのドラクエをやらなきゃこ、非国民みたいな空気であるとか、あの辺が嫌なんだよね。別にやってもやらなくてもいい。 で、その、ドラクエを好きな人のその、パイがでかいからさ、人数、まあ今はでかくないんだろうけど、その、でかい人数が参加してるってことは、その、いい人もいれば悪い人もいて、悪い人の確率も高くなるんだよね、と思って。そうすると、その、悪い人、 と遭遇してしてまった時にこのゲームに関わったせいで、こうね、このゲームを遊んだせいで、そういう変な人と、遭遇してしまうわけだし、うん、って思うから、じゃあ、その、大人数が参加するようなコンテンツには、なるべく、よっぽどの理由がない限り参加しない方がいいだろうっていう。で、距離を置いてみると、この、ドラゴンクエストという作品、ゲームがさ、 あの、他のゲームよりも優れてる点なんかどこにもないんだってことに気がつくわけですよ。うーんだけどなんかドラクエをこう新隠ししてる人たちがいてそ、それがなんか僕の中で許しがたいんですね。なんか、あのつ,つ,つまんないんだったらつまんないでいいんだけど、そのつ,つまんないゲームなのに、 みんなが一生懸命やってるで。しかもそれは日本人しかやってなくて、あのーか、海外の人からはどんなに、どんなにドラクエをキャンペーンしてもさ、受け入れてもらえない。ドラゴンボールのアニメがあんなに流行った後に、ドラクエ8とかでスーパーサイヤ人になるような感じのデザインを作ったとしても、受け入れられない。 だからそれはもうゲーム性の問題であるし、その、どっかで見たあお話。まあよくある話だから、ドラクエの王道のストーリーのやつなんかは。だから、どっかで見た話にならざるを得ないから、別に海外で受ける理由なんかないんですよ。あの、何にもないんだから、そんなのが。 それを考えるとね、やっぱりみんながドラクエが面白いとか好きだとか遊んだっていうのは、その集団催眠みたいなもんなんじゃないのって思ってしまうんですよね。それだけです。<laughs> あのだから新作のドラクエ12が、まあ、いつか発売されるんでしょう。スクエアエニックスが買収されたりとかしない限りは。 うん、その時に、あの、うん、本当に、本当に面白い作品であるのかっていうことがやっぱ大事だと思うんだよね。ファイナルファンタジーはまだね、まあ、し趣味に走る時もあるけど、それ以外の、よいしょね、面白い話はあるわけですから、はあ、みんながファイナルファンタジーが天好きだって言ってるのもよくわからないですけど、 なんでみんなファイナルファンタジー10なんか好きなんだろうってはやっぱ思ったりはするので。ああ、始まった髪の色が違う。ブルーなんだよね。フローラの髪の色が混じるから青い髪の子が生まれるんだよね。 こっちもこうですよね。な青い紙で。 ねえそ,のそういう見た目のキャラクターがさじゃあ果たしてさこんなんですか服としてはだってさどんな名前にしたら一番いいんだろうな。 二文字ぐらいで、ポチ、ああ、ポチ。七個。うん。なんで七個なんだろうな。<laughs> 理由は、理由は何にもないんですけど。ちょっとね。まさか2022年の最後にドラクエの絵描くとはね、僕も思いませんでした まあ書き慣れてるから書きやすいっていうのもあるし、学習の必要がないのでね、昔散々書いてたので。っていうのはあるんだけど、あどドラクエテ0もなあ、ろくな話じゃなかったしな、いいんだけどね。 名前どうしよっかなーあー4文字だからロリポップ入んないのかポップうんポップはあれだ大の大冒険だあっ大ポップマーム <laughs> ヒュンケルは入らないのかそうかうーん。 かな悩ましいですね。大ポップマーム何かの作品から取ってくるっつうのはそれはそれでね。 いい気はしますけどね。なんだろうね。わからんな。こういうとき迷いなく面白名前とかがこれでいいやっつうので、まあ名前なんつうのは付けてしまえばいいわけで。 あの、ほら、キラキラネームって言われるやつもさ、なんだかんだ言って、その名前で20年暮らしてる人にとっては、キラキラでも何でもなく、自分の名前になるわけで。ちょ、ちょっと今、最近そのキラキラネームって言われてさ、付けられた子かわいそうみたいなムーブメントからさ、ちょっと時間を置くとさ、そうか、キラキラネームも、キラキラって言われる、 のは、その時だけで、それが常識になる時代もまた同じように来るのであるよなって思ってさ。変な名前つけたって、じゃあそれで浸透させていけばいい,いいわけです。フルチンならフルチンで別に、ね、こんな不謹慎な名前っていうふうに、えー、つけなくてもいいわけですから。これを考えるとね、 どんな名前つけても正解は正解なんだよなぁと思って。アキナ。<laughs> ちょっとアンニュイな少女のおか顔になったから名前をアキナにしようかなって今ふっと思ったんだけど。も,もちろん中森アキナですよ。 何がいいかなあ,あそうそうあのコミケねそのあのニコニコ生放送でもそのコミケ生中継みたいなのやってたりとかあとねコロナ禍だけどもうリアルイベント開催っていうのに舵を切って、えー、やってるわけですけど まあ見なくなりますねやっぱねそのどうせ自分行かねえしあとはその同人誌のコンテンツみたいなものに対しても異常にこう興味が薄れてきてるからああいうのやっててもやっぱ関係ねえしってなってくんだなぁと思いましたあれはびっくりです毎年ちょっとはちょっとは見てたのにもう,もう今年は一切見なくなってっから うん、ああ、そうか。その、触らなくていい、えー、コンテンツっていうのは、あるんだなって。いや、ていうか、世の中のほとんどのコンテンツは、触らなくていいぐらい、あのー、どうでもいいコンテンツで。それを、どうにか、 流行らせたい人もいるし、ね、流行ればグッズが売れるから、うん流行らせたい人がなんとか流行らせようとしてるだけで、いらないんだなって、その流行してるものっていうのは、流行して、万人がそれを手にしている時点でうん、あんまり魅力的なものではない。便利なものではない。 どうしても買いたいようなものじゃねえんだっていうところに最近はちょっと考えがたどり着きましたまあそういうのはでも生きてて楽しいかっていう話だけどた、楽しい楽しくないで言うと楽しくはないだろうな あんまり、あんまりいいことではないんだろうなと思いますけど。 今さま本当に絵がうまいな <laughs> パッとあパッとこういうのが描けてしまうあたりがこんなん最初からこういうの描こうっつうのでやってるわけじゃないのに偉いですねまあもっと丁寧に描ければも,もっといいんでしょうけど 今日はこの辺でいいでしょ青い髪アレックスアシックス プーマアディタス。なんかな、アディディアス。リックディアス。こんだけ考えてもどうせしょうもないのがついちゃ、最終的にはついちゃったりするだろうから、うん。考えてもしょうがないっちゃしょうがないんだけど。 どうしようかな。むしろ息子の名前をリュカにしてしまうとかさ。こういうのもでも考えすぎるとな、全然面白くなくなるしな。誰かジャニーズの名前からでも取るか。太一とか。国分太一とか。 なんだろうななんかしょうもない名前がいいんだよな あでもそのうちニュース番組とかで、すごい名前付けられた人が犯罪者になって、で、報道されたりする時も来るだろうね。あのー、山崎世界平和くんがさ、あのー、万引きをしましたとかさ、<laughs> 世界平和くんなのにっていう、のとかさ、あのー、出てきそうな気がするよね。 名は体を表さないという。 この顔で、この顔でお父さんの名前が、おじいちゃんがパパスで、お子供が、息子がフルチンで、孫、キンタマクロイゾーとかさ、ああ、キンタマクロイゾーは本当にすごいな。キンタマナイオも好きだけど、<laughs> マナイオはすごいよな。 金玉ないようなんだけどな。ああいうの天才って言うんだろうな。僕は天才の心がないんだね。ネーミングセンスにね。ああいうのつけられる人。ゲームの名前でもパッとつけていいセンスの人。いや、まあ結局は。 これ名前のセンスじゃなくて、やり続けた結果なんだけど、なんかねえかな。なんかねえかな,な,かえかな。この子に似合う何かいいものが欲しいね。なんだろうな。 あの麦わらぼをかぶって沖縄で学校に行かないんだっつってね学校じゃなくても勉強はできるっつってる YouTuber のあの男の名前はな何つったっけゆ <laughs> <laughs> タたぽんゆたぽんだっけゆーたぽんだっけうんかないかな なんかないかなこれはこ,この見た目の子,子供に対してあ、どっちだよぼーなのボーなのゆたぼんありがとうボーねゆたぼんねあ一応配信でコメントが読めるぐらいにはなってんだねありがとうございますゆたぼん インターネットで有名な人。ひろゆき。ええー、と。ええー、と。もう最近本当に出てこない。イーロンマスク。<laughs> イーロンマスク。うーん。 いやあの、ウィザードに遊んだときに、サムラコーチって名前入れたときは、ゲラゲラ笑ったんだけど、うん、なんかないかなパッキャオ。うん。今ね、ヒロユキって出た後にさ、ライブドアの社長だった人の名前忘れちゃってんだよね。すごいデブ。 メス行きとか、そういうのは出てくるんだけど、本人の名前が出てこない。あ、堀江貴文、ね。貴文。うん、みちょっぱ。えー、<laughs> なんかないかな。この2番手間で青い髪で。 うんあのドラゴンボールのさ女の子のさブルマって名前も相当ひどいなって思うんですよブルマはないだろうっていうねまあそ,その後ブラって名前も出てくるんですけどあれはひどいよなって思うんですよね お父ちゃん、フリチンなんだよな。もろだし。あ子供の名前はツルペタだ。じゃあ、えー、女の子の名前はツルペタでいいや。うん。 男の子こう自立心が強くてお父さんの石化も解いてくれるこの子供は果たして名前で何と付けたらいいだろうか何と付けようかな。 いやむしろこれは、幼女。うわ、幼女強い。四文字で入るよな。女の子っていろんな言い方あるけど、男の子って、なんか言い方あるかな。 幼女は分かりやすいわ、えー。どうせここから成長することもないし。ああ、でも幼女って言うと、養う女って書いて、本当の子じゃない感じもするな。<laughs> まあ、言ったな、えー。幼女ダメだね。あちっちゃい世のうわ幼女強いはいいな。うーん。 令和に遊んでるから令和さんでいいか。レイ、ゼロ。あのね、名前で僕割と好きで、あの、クールなお助けキャラには絶対ゼロって名前を付けるんですよ。 これね、頭文字が「z」だしさ強そうで好きなの名前に「ゼロって付ける <laughs> でもそれは大事な作品のやつだからさんなんだろうなピュータ <laughs> ピュータ名前 難しいつけたらつけたでねいいんだろうけどねアンパンうんだからこう,こういうのだと本当下品だなと思うけどクレヨンしんちゃんとはねうん すごいよな、あれな、適当に、適当につけてる感じがすごくいいんだよな。ゴンベ。ゴンベ。マクロ。うーん、ちっちゃい、子供。 もうそのまんま子供。もしくは男、女、オス、メス、えー。オスとメス。フローラとフルチンとオスとメス。フルチンの子供で。あどどっちも F スタートだ。じゃあ、えー、F、フ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 ロンターレ。 ふう、ふう、ふう、何にもふぐ。ふう、ふう、そうか、全部ふうで統一するのありか。ふう、ふるちんとふにゃちん。あー、五文字だ。えー、うーん、うーん。 テニス <laughs> あいい名前だな。<laughs> いい名前だけどな。今、大声で言ってしまいましたね。年末ですみません。えー、なんだろう。ふ、ふ、ふまきらふ、 風で始まる、なんか面白い言葉。風呂敷、ふ風,風、布団、ぼ、僕のボキャブラリーとかもうダメだね、ほんとね。まあ、こんなんだから面白いのあれば、あ募集します。で、ほんとは今この場で決まれば、このままゲーム画面に行って、あの、名前つけるとこまで行って、 来年もよろしくお願いしますってなる予定だったんだけど、どうにもなりませんでした。<laughs> すいませんでした。えー、というわけで今日の配信は以上になります。まあ、こんなバカバカしいことをですね、来年もやっていければいいかなとは思いますんで、えー、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは今年一年ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。終わります。良いお年を。